さん、こんにちは、チャックバスです。今私は、ウエストの110丁目に来ておりまして、今からね、セントディバイン大聖堂っていう教会をね、見に行こうかと思います。結構ね、こちらも、観光雑誌にはね、載ってる場所で、大きい大聖堂、教会なんですけども、こちらをね、行き方、軽く紹介できたらなと思いまして、こちらの動画を撮っております。で、ちょっと中はね、一応聞いてみるんですけども、一応教会なんで撮っていいかね、聞いて、もしダメそうだったらね、一応外観と生き方だけね、でもね、シェアさせていただこうかなと思いまして、行きたいと思います。で、一応こう微妙なラインなんですよね。一応ウエスト110丁目なんで、ハーレムでは一応ないんですよね。一応ハーレムなんですかね。アッパーウエストでもある気がするんですけど、ちょっとね、その区切りが私もよくわかんないんで、一応110丁目、セントラルパークのちょっと上側の方でなんですけども、まあでもね、見る限りこんな感じで、高級感にあふれてますね、住宅が。一応高級住宅、アッパーウエストサイドっていうのはすごい高級住宅街なんで、ここも一応アッパーウエストに入るんですよね。ちょっとその区切りが分かんないんで、多分高級住宅街だと思います。で、ここもね、ハーレムと微妙なラインでね、私最初の方来るときちょっと戸惑ってたんですよね。安全かどうか分かんなくて。でもですね、こんな感じで歩いてるこの街並みはすごく平和です。まあ、臆することなく来ていただけたらなと思います。今日は暑いですね。28度まで上がって、本当に真夏ですね。さっきのね、110丁目のところから本当に歩いて 2、3 分で教会自体あります。実はもう斜め向かいに見えてたりします。ちょっと木でね、うまく見えないですけど、あちらがセントディバイン大聖堂ですね。雨が多いと本当に観光に行く足がちょっと遠のきますよね。暑いのも辛いんですけど、でもまあ雨よりかはいいですよね。ザ・夏って感じですね。ニューヨークの夏は日本と同様湿気もありますので、普通に暑いです。湿気がないとね、いいのかもしれないですけど、普通に日本の蒸し暑い夏で、あれも結構観光ガイドとかに載ってます。一応せっかくなんで見ておきましょう。これは何をイメージしているのかちょっとわからないですけど、ではね、大聖堂の方に行ってみたいと思います。
多分ニューヨークで一番大きいんじゃないですかね、この大聖堂。まあ、あくまで個人的見解なんですけども、多分一番大きいと思います。では到着しました。こんな感じです。いやー、全部映ってますかね。いやー、むちゃくちゃでかいですね。ではね、中入っていきたいと思います。セントジョン・ディバインって書いてありますね。では入っていきたいと思います。で、中に入ることができました。でね、こちらはギフトショップになってますね。ちゃんとね、中の人に許可を取って今撮影しております。で、ここのセントディバイン大聖堂は、10ドルで見ることができます。ハロー。まさか、ね、中の撮影いいですよって許可してくれると思わなかったんで正直驚きです。いやー、すごいですね。ここからなんか、ここ私が来た時はここ閉鎖されてたので、もしかしたらですね、日によって閉鎖されてたりっていうのがあるかもしれないんで、ウェブサイトで確認して来てください。ステンドグラス、せっかくなんで、ね、一周して見たいと思います。いやー、すごい、すごいしか出てこないですけど、本当にすごいですね。ここまでね、行けるようになってますね。
真ん中に立ってるこの景色すごいですね。反対見るとこんな感じになってます。いやー天井が高い。以前はね横に展示があったんですけど、今は横側なんですか、横の廊下の展示はなくなってるみたいですね。でもこういうちょっとしたところにねステンドグラスがあって、ぜひ、ね、こちら来られる方は隅々までのステンドグラスぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。本当にすごい綺麗ですね。一応これでね一周させていただきました。まあ、私が前回来た時は本当にここまでのここまでしか入れなくて、この先でね、合唱会みたいな感じだったんですかね、なんかの練習をされていてみたいな、これ以上は立ち入れ行きませんみたいな感じで、その時はねお金がかからなかった覚えがありますね。ちょっと変わったのかもしれませんね。真ん中の大聖堂の横にねちょっとないと思ってたんですけども、展示物ありますね。失礼いたしました。開放されているところと開放されてないところが今あるみたいですね。すごい綺麗なステンドグラスですね。これで大聖堂の裏を一周したという感じになりますね。
みはすごいですね。それではね、セントディバイン大聖堂を出ました。で今回は入り口でね、許可いただけましたので、ね、中も撮影させていただきました。10ドルで入場可能で、入場と同時にね、このシールが見えますか、このシールがもらえます。このシールを貼って入館してくださいっていうことでした。いやー、ステンドグラス本当にすごいんで、もし入院来られる方はね、ちょっと、マンハッタンの上の方にはなるんですけども、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。